スピーシーズドメインは、ノロ俊介による日本の漫画作品。秋田書店の別冊少年チャンピオンにて、2013年11月号から2020年2月号まで連載。一世界からの鳥解雇が稀に起こり、エルフやドワーフなどのアジーンが普通に暮らす世界。だが、彼らは特に異能を使えるわけではない。魔法を使えない、女子高生、エルフ。 風森原子はエルフらしい雰囲気を保つために、孤高の学園生活を送っていた。そこに、魔法のような独創科学を使う、大器が現れ、彼女の人間関係は、次第に変化していくことになる。はじめは、周りから良くも悪くも浮いていた冬森だったが、大器を筆頭とした、クリエイティブの面々や、個性豊かなクラスメートたちとの絡み、体育祭や文化祭といった、イベント、 自身を含む友人たちの色濃しさたを経て少しずつ周りと打ち解け成長していく。異世界の種族の血を引く存在。作中では取り替え子と根結の2種類が存在する。いずれも頭部に特徴的な装飾品をつけていることが多い。また、各人種のコミュニティサイトがある。取り替え子は新生児が突如異世界の種族と入れ替わってしまったもので、純粋なアジ種。 多少異世界における炎を有しているが、基本的には、個性が非常にわかりやすい人間に過ぎない。取り替え子を育てる義務はないようで三重義のように、施設に引き取られる子も一定数存在している。根結は、性別は問わずに必ずどちらかの種族の特徴のみを引き継ぐ。作中では、明言されてない種族も含めて、翼人、鬼、エルフ、ドワーフ、天狗。 獣人、サキュバス、人魚、カッパ、セルキー、魔法使い等がいることが語られている。彼らは魔力を用いて、ドメインと呼ばれる特殊能力を発動できる。ただし、通常世界には魔力が乏しく、魔法使いやダークエルフ、人魚など自力で生成できる種族以外は使えない。また、人間は科学という魔力を使わないドメインを持っているとされる。 アジンはスマホなどの一部の機械を魔力なしには利用できない。魔力は外部から供給することで、こちら側の世界でも発動可能。アジンは基本的に名字がその種族を連想させる文字を含むようになっており、作中キャラもそれを把握している。例を挙げると、エルフは木、翼人は羽鬼は鬼、人魚は水などとなっている。なお、 人間の家系であると、それらを含まないことが多い。二種族混合家庭の場合は、それぞれの文字を取って新たに名字を作ることもできる。異世界からこちらへの取り替えこの際は、異世界側から誰を向かわせるかの選択が可能。また、こちら側において同じ血筋を引く家庭が対象となる。 ももとアジンは取り替え子が表面化する以前から国によって存在が把握されており、苗字のルールもそれによるもの。取り替え子の目的は疎遠になりつつあるこちら、世界と異世界のつながりを保つために、お互いの世界の存在を強く認識させること。異世界側の認識では、 異世界の来訪者と現地人には深い溝がありそれゆえに異世界の存在が意識されると思われていたが意外にもアジンが日常に組み込まれていってしまったことで思惑が外れてしまった。異世界側から選ばれる赤ん坊は物語性を強めるために高貴な血筋のものが選ばれることが多い。最終版に語られた概念。古魂、世界の常識の三つに大きく分けられる。 この常識は一個人が経験や価値観によって培われる常識であり、魂の常識は輪廻転生によって複数の子の常識が魂に蓄積されることによって得られる常識である。世界の常識は世界そのものに備わる常識とされる。世界は常期の常識が少しずつ蓄積されることによって変化するものと考えられている。 異世界では科学という常識がないために科学によって引き起こされる現象は一切機能せず、そのため機械を異世界に持ち込んでも動かない。一方で、異世界における常識の敷居自体は低く、魔法はその常識を覆す力という常識がある。ため、科学という実績を積み重ねた、堅牢な常識が世界を占めるこちら側において使用が困難。こちら側でも、 魔力の源泉である流脈というものが存在していたが、科学によって魔法が塗りつぶされた結果、ほとんど枯渇してしまっている。一般に、この集合常識と世界の常識が基盤となっている、世界においては、たかだか一人が持つこの常識によって常識が覆されることはない。例外として、今まで一度も輪廻転生を経験していない、新しく生まれた魂は常識知らずと呼ばれ、 世界の常識の影響を一切受けず、新しい常識を生成することができる。言い換えれば、その個体自体が新しい世界であり、その気になれば新たな種族を生み出し、神や悪魔、概念になったり、新たな世界の創造さえ可能とされる。知性にある存在として生まれることは稀で、大概は各生物の突然変異として出現し、種の多様性の理由となっている。 安定させるには、常識を預かるものを確立し、その方向性を制限する必要がある。ありがとうございます。